伊集院光でーす。そりゃー河野和代でーす。うわーはー伊集院光でーす。うーりゃー河野和代でーす。さあ、それでは。最後なんでしょう、果てましたね、今。果てました、果てました。はーって今。もう、果てる間島、果てる間島ですよ。果てる間島です。果てる間島はやっぱ、多分そんな島が多分あります、あります。わかりませんけど。沖縄ですよね。沖縄です。いや、沖縄ですじゃないですよ。何にも繋がってないですけど。今日こういうテンションで始まったのは、始まりました。他でもないんですけど、はい、一応、その、この、取り下ろしのポッドキャストっていうのは、今月いっぱいで。なるほど。終了します。寂しい。あ、これはもう寂しいですよ、もう。やらないで。もうね、これ僕がウサちゃんだったら、はい。ぐずぐずに腐ってるのに死肉を求めてさまよい歩きますよ、ね。死なないの？はい、ウサゾンビです。死なないの？ウサだから死んだというふうに割り切らないと、生き残れない。これはもう死んだんだっていう。あのウサちゃん、大事にしたウサちゃんだけど、はい、もうあんな状態は死んだと思わなければ、もう、あれを撃つ勇気がなければ、もう生き残れない。ウォーキングデッドみたいな感じになってますけど。はい、ウォーキングデッドよりでございますけどね。はい、じゃあ残り少ない。はい、そうですね。はい、その、取り下ろし、ポッドキャストですから。はい。今週もガンガン手を抜いて。手を抜くんだよ。勢いだけでですよ。勢いだけでいきましょうよ。勢いだけでわかりました。メールおいメールメールだよ。およ、立てる間島の皆さん、メールだよ。聞いてるのつって。千葉県。はい。ペンネーム。吉高由里子をペロペロしたいネーム。なるほど。ゴールダストさん。なるほど。最近美味しかったコンビニの商品は何ですかっていう。僕ね、はい。これとね、あ、これとこれちょっと関連してると思うんで、ちょっと一緒に行きますけど、はい。ラジオネーム、新入俺さんから、はい。ナイススティックブームはまだ続いてますかみたいなね。うん。あとその、特にツイッターにありがちなんですけど、伊集院大絶賛のナイススティックをみたいなことを、その、リツイートしてくださる方とかいますけども、長くラジオを聞いてる方だったらわかると思いますけど、僕ナイススティックそんなに絶賛してませんよ。正直クリーム減ったんじゃねえのみたいな、ちょっとネガティブな話をするときっていうのは、それとセットで褒めますんで。まあ、例えて言うならば、今日のスイブルスイーパーぐらい。それぐらいスイブルスイーパー並みには褒めていくっていう温度がわからないのかと。なんかみんな大絶賛でこうみんな切ってきますけど、はい、よく聞いてみて、ラジオの深いとこ味わってみてください。うん、そんなには。さほど。さほどです、さほど。あとさ、困ることがあるんだけどさ、はい。前に褒めたもの、雑誌とか番組で褒めたものの、明らかに味が変わってる。味が変わって、はいはい、もううまくないものってあるわけですよ。ああ、はい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 、はい。俺ね、その、ちょっと前に雑誌に書いた、その、やつを久々に食べたくなって買ってみたら、はい、もう明らかに、大量生産方式にしてあって、質が落ちてるの。へー。なんだこれって味になってるわけ。どうすればいいの？かといってほら、美味しいって褒めることはまあ、そのある程度いいけども、うんうん、まずいとは、もうまずいですよとは言いづらいじゃん。まあまあ確かそうですね。その辺難しいよね。あと、その、全然味は変わってないけど、俺のテンションとして、もうどうでもいいものってあるじゃん。うん、嘘だけど、食べるラー油。全然嘘だけどね。全然、今でも大好きですよ。もう食べるラー油の風呂にザリ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 入りたいぐらい好きですけど、ね。でも、もういいかなってなっちゃってるけど、なんかその、俺からしてみて褒めの賞味期限みたいなの切っときたいよねっていうちょっとあります、うんうん。なるほど、なるほど。ただ相変わらず金のハンバーグうまいっす。はい。だからこれ一応賞味期限としては今日その、3月12日現在。はい。金のハンバーグはあのセブンイレブンのやつは僕は個人的にうまいと思ってます。なるほど。これ河野さんありますか最近。僕はそのやっぱコンビニってやっぱそういう売れたら大量ライン生産のラインに入るっていうのが多いじゃないですか。急になくなるとスーンってなくなるじゃん。そうなくなるじゃないですか。もう一個思い出して言わして。俺に言わして。俺に言わして。俺の番組だから。これ俺の番組だから俺に言わしてるも残りも少ないし。いい俺の番組だから。大丈夫です。いい。いいですよ。
セブンイレブンの普通のお弁当コーナーに、3ヶ月、2ヶ月前ぐらいまであった親子丼なんだけど、なんかその卵が割と生のまんま乗ってる親子丼で、こう、コンビニで温めてもらっても、よくこんなに温まるのに卵は半生でいけんだなっていう感じの親子丼があって、そういう感じのハンバーグライスは未だにあるの。ハンバーグとそのポーチドエッグ状の卵のセットあるのに、親子丼が全然ねえんだよ。もうなんか、それこそ家で、な、原稿書いてる時に、その、編集の、その、その原稿書いてる時は編集の、番組では構成の渡辺くんとかに、ちょっとあの親子丼買ってきてとか言っても、俺は何度も見てるけど、その構成の渡辺は一切見てないから、本当にそんなのあるんですか扱いになってんだけど、なんでなくなったのかがわかんないんだよ。たまにありますよね。これ結構うまいのに、なんで急にダメなのみたいな。それすごい悲しくない？俺って、味音痴なんじゃねえのみたいな。いや、なんかそのコストが合わないみたいな理由でなくすんなら、もうそう言ってくださいと。なるほど、なるほど。なんか人気なかったって言うと、俺ってブス戦みたいな。まあ、間に合う。ここで宮前真紀好きなのっておかしいおかしくないよ。みたいな、そういう感じの。全然おかしくないよ。そういう感じのやつだよね。でも、それおかしくないって言ってくれる人がいっぱいいれば頑張れるけど。そうですよね。頑張れなくなっちゃうよ。確かにそうですわね。僕の話はこれで終わりです。僕のそのコンビニの美味しいものの話に関しても。そういう感じのコンビニなんで、あんまりそういう、なんかアンテナを立てていかない、ですよ、コンビニで。どういうこと、どういうこと、どういう。なんか、ちょっと待って、もう一個思い出したら言わしてくれる、もうちょっとやめてくれる、お前の話。なんか分かりにくいし。なんか、こう、これですみたいなのじゃないから、ないなら俺あるから。あるんですよ。あのね、俺はあのね、くるみメープルシロップを買って帰って。くるみメープルシロップ？いわゆるお菓子のコーナーの、なんつうんですかね、飴とかのぶら下がってるところにぶら下がってる、くるみメープルシロップを、買って帰って、2、3個食べると、やっぱうまいな、買ってよかったなって思うわけです。その、メープルシロップでコーティングされた、くるみ、甘さ、そちょっと苦さ、とすると歯応えとかいいと思うんですけど、だいたい最後の方になってくると、もう次はいいなと思うんですよね。でも買ってます。くるみメープルシロップ。くるみメープルシロップ必ず買っちゃうんですよね、なんか。ついでに、なんか、最後全部、その、買い物カゴに入れて、レジ行って、レジ振り向いたところにあるんですよ。で、それ必ず買っちゃうんですよ。で、必ず家で食べて、おー、買ってよかったって思って、必ず最後に、もうでもいいなって。必ず今思うルーティーンになってますから。でも買っちゃうんですよ。これは絶賛じゃないですから。微妙。ついですよ、ね。微妙ですけど、なんかつい買って。つい買ってしまうやつってことですよね。いや、怒るか、怒るか。いや、僕は、だから、ないの、まさか。あるんですよ。結果ないの。違う、あるんですけど、じゃなくて、わ、うまいって思った商品なんですけど、おにぎりなんですけど、あ、俺もう一個いい。おにぎりで思い出したの。おにぎりで思い出したの。それはね、あのね、カニカマの押し寿司みたいなやつあんじゃん。ありますよ。あんじゃん。あれ食べると、お、カニカマってここまで来てんだ、はいはい、って思うけど、はい、まあ、それでって思う。だから、そんなでもない。すげえ。必ず買って、はい、なんかその、例えば、うどんみたいなの買うじゃない、はい、うどんみたいなの買って、はい、うどんだけじゃなくて、ちょっと白飯食いてんなと思うときに、はい、おにぎりコーナーに覗いて、ああ、あのカニカマの、カニカマってここまで来てんだって、この間思ったやつだと思って買って、食べて、うわ、やっぱカニカマここまで来てんだと思って。あ、でも、まあ、そんなに食べたかったわけじゃないんじゃないかな、みたいな感じになる。だ大絶賛ではない。じゃあ、なんで言ったんですか絶賛っていう、絶っていうものが、なんか、超絶な感じするから、サンエッサス。日体大名物、サンエッサス。エッサスだね。ね。じゃあちょっと、あの、河野くんの。おにぎりなんですけど。おにぎりの具なんですけど、えのきだけ。お、河野がそろそろ止められるんじゃないかっていう顔してるから、もう俺は止めないけど。もう止めてくんないの？もう止めませんよ。止められたこれ止める天丼を止めます。止められた止める天丼を完全に止めちゃいます、ね。いや、えのきだけと、ツナマヨネーズみたいなの。うん、おー、あんまり美味しそうじゃないね。そうなんですよ。で、僕も、うまそうじゃないと思って買った。あんまそうじゃないね。俺全然ビンビン来ないもん。で、具がな、いろんな種類がなかったんです、その時行った時に。あ、たまに、あるよね。おにぎり、おにぎりデッドゾーン。デッドゾーン。おにぎりデッドタイムね。このわけのわからない。ジェームス・ブラウン・イズ・デッドね。完全の。もうすでに夏目ろ。ジェームス・ブラウン・イズ・デッド。はい、もうでもそれしかなくて、もうしょうがないから買ったんですよ、トゥーアントゥーリミテッド。全然。トゥーアントゥーリミテッド。全然わからないです。トゥーアンリミテッド。トゥーアンリミテッド。さすが詳しいですね。今、
プロデューサーディレクター行けたから、トゥーアンリミテッド。教えてもらった。さすが洋楽に詳しいっていう。はい、え、で、なんだっけそのおにぎりしかなかったっすよ。そのエノスキル。行ったらさ、おにぎりだと思って行くじゃん。はい、で、しかも、今日あれありえるなっていう、ちょっとそのパッケージの色が黄金っぽい、イクラの醤油漬けの、ちょっと豪華なやつ。竹のサラス焼き、はい、タレのサラス、ナスのカス、カスガ漬けの、もうどこを入れ違えてるのかわかんない。鮭のハラス焼き。ハラス焼きとかね。あの、金のパッケージの。はいはい、行っちゃいますか、はい、っていう日に、はいはい、スーンってなってて。キシュウメって言われてもさ、っていう。いや、キシュウメが悪いわけじゃないけどさ、そのテンションの日に、キシュウメって言われてもさ、うん、下手したらさ、あの、こんなのも食べる人いたりして、開発者が作ってる、はいはい、白いただの塩結び。それがまんまと余ってるとか、それだけ。腹立ちを言わんこっちゃねえよ、つって。ほら見たことかよ。ほら見たことかよ。そんなにはいねえよ、っていう感じ。なるだろ、こうやってみたら。これだけ食ってどうすんだよ、っていう時のやつ。はいはい、だって今、ここで今食おうと思う、俺が今食う選択肢ないと思うが、それとブリトーしかねえもん、つって。そりゃ食い合わせねえだろ、つって。なんでそれしかない。パンダつって、もうパンに行っちゃいますけど。その時にそのえのきそのえのきとツナマヨネーズみたいなもうどう見てももうまずいそうなイメージだったんですね。だからまずいっての声があるけど合わかねえよなっていう合わねえだろうと仕方なしな感じので買って仕方なしに買って食ったらこれがうまいんですよ。あのね人生ってそうなの人生ってそうなのそうなんですかね。こう自分が好きで能動的に動いたものの中から与えられる喜びなんていうのは、はい、その自分の知ってる限界をなかなか超えない。はいはい、けども、はい、もういやいや、もしくはもう無理やり、はい、ね、仕方なく選んだチョイスの中に、本当にあなたの宝物になる出会いが待ってるんです。3000ください。はい、あれそれ3000円いただく。信じちゃいそうだ。信じちゃう。ね、あと、魚肉ソーセージで内ももを叩きながら街を歩いてください。それが僕の考えた。僕の考えたやつですから、僕は、それが一番いいやつ。危ないこれ。え、それうまかった。まあ、その、まあ、マイナスから入ってるから、プラスの、でっていうので、すごく加点が入ってるかもしれない。でも美味しかったですよ、普通に。あれどうすか？あの、サンドイッチ。はいはい、サンドイッチ、はい。右のサンドは食いたいけど、左のサンドはそうでもないセットある。あります。なんなんすか？あれあれずるいですよね。で、それがさ、4個ぐらい残ってたら、右でくれよと思う。そう、卵サンド食いたいのに、ね、なんかこれ、はい、左のなんかわかんないけど、はいはい、もう、ね、なんか、カツみたいなやつとかありますよね。サンドでね。うん、なんか、しめサバサンドみたいなやつ。もう俺、この卵が食べたらね、これ、しめサバのサンドいらねえわと思って。しめサバサンドでな。は嫌だよね。嫌です、ね。それは、ね、ありますね、そういうのね。さあ、じゃあ、続いて。はい。もう一つ行きましょう。これは若手芸人にとってかなりの選択ですよ。勇気のある答えになりますよ。ラジオネーム、エルドラド。はい。伊集院さんと一生会えない代わりに、ゴールデンの冠レギュラー。ほう。か、今のままか、どっちがいいですか？うわぁ、これは、でも、これは難しいですよ。はい、ダメ！もう、あれですよ、お天気ののりくんは即答でこれで文化放送に来ましたよ。これはもう、お天気ののりくんはこれを入って文化放送に行ったわけです。はい、これでレギュラーっつって。そうそうそう、文化放送で、レコメン、レコメンっつって、ね、行ったんですから、それはちゃんと取らなきゃダメですよ。いや、でこれ難しくないですかこれは。まあ、難しいって言ってくれるのは嬉しいけれども、毎週、500円玉を10枚くれる代わりに河野と一生会えない場合は、500円玉を取りますね、僕は。河野さんが迷ってるとこ大変申し訳ないですけども。500円玉嬉しいでしょ。500円玉10枚って毎週だよ。毎週死ぬまでだよ。変なし、河野さえ切ってしまったら俺何の収入もない日も、よしよし、金曜まで頑張ればっつって5000もらえるの。で、月2万ですよ。月2万だよ。しかも500円玉でだよ。死ぬまで？そんなこといける。いつどうなるかわかんないですよ。仮に僕が犯罪を犯したり、はい、ね、今すでに犯している犯罪がバレたり、ほら、ね、もしくは、例の指名手配犯が俺なんだっていうことが、警察の方で合致したり、ね、DNA 鑑定で、やっぱりってなった時にですよ。その後僕仕事ないわけじゃないですか。でも、河野とは会わない代わりに、だって、そんなことだったら河野が絶対に来ないでしょ。面会も来ないでしょ。だけど、俺はこの知らない人に5000円が、500円玉を10枚もらえるわけですから。それはまあ、確かに。あと、ここには俺はすごいやつ持ってますから。何ですか？さらにもう、細かい計略が。はい。僕、あと50年生きたとしましょう。はい。ね。50年生きた時に、はい。
もう500円玉なんていうものがインフレでなくなってたとするじゃないですか。はい、すげえレアになってても俺は500円玉を10枚もらえるんです。500円玉を形成している金属がレアメタルになってても俺はこの500円玉を、もうすでにその時には6億で取引されてるであろう500円玉をもらえる。ということまで読んで言ってる。読んで言ってるんですね。はい、だ結果、河野くんとなんかもう二度と会わないっていう。何の答えなのこれ。この、俺が答えるんじゃなかったんですね、これ。この質問で。この質問はですね。僕の番組だから僕のがハテルマンに住んでる人に向けてやってる番組だから。そうですけど。ハテルマン。これ俺への質問みたいな。ハテルマンに。何ですか、ハテルマンって。ハテルマ島にいる時だけ変身できるヒーロー。だから、今ご当地ヒーローみたいなのありますからね。なるべく東京とかですごい怪獣が現れたら、ハテルマ島までどうやったら寄せられるんだろう。ハテルマ島にさえ来てくれれば、もう。活躍の場があるのにみたいな。そうだ、東京行っちゃうとただ眉毛の濃いおじさんです。びっくりするぐらい眉毛の濃いおじさん。ハテルマンはね。ほら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 残り10回程度しかないポッドキャストが、おしまい！